はい、今日はですね、上式三熊の今須神社という、最近 SNS でパワースポットとしてなんか有名になっていると言われている、ちょっとすごい神社に行きたいと思ってます。杖をゲットしました。どうやらこの先に実は
結構すごい景色がありそうなのでちょっと行ってみたいと思います。境内がねこちらなんですよ。とにかく神秘的ですごいですよ。カメラで撮ってる映像よりももっと暗いんですね。ですごく風の音しか聞こえなくて神秘的でやばいです。じゃあちょっと登ってみましょう。さらにもこの上に登れそうなんですよね。怖いけど、ちょっと行ってみましょう。行き止まりですね。この上に行けることはないようです。上式見、上式見熊の座りが神社の名前、難しすぎて忘れちゃいましたが頂上まで来ました。これ絶対映像じゃ伝わらないんですけどすごいですよマジで。いやここは来た方がいい。なんかその高千穂に行った時にも自然の景観とかで圧倒されて出たんですけど、ここもすごいです。ついついねインスタで有名な下の街道がメインでお参りしたら下に下っちゃうんですけど、ぜひその上に行ってください。上がやばいです。上がやばい。ということで今回もパワースポット来ました。はい、ちょっとねなかなか映りにくいんだけど、はい、では本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。それではさようなら。
映像じゃ絶対伝わらないですね。もう見てても、ああこれは綺麗には映ってると思うんですけど、この大きさとか圧倒的存在感とか雄大さとかはちょっとですね、現地に来ないと絶対にわからない感じですね。はい、ぜひ皆さんもですね、ちょっとどこだっけ、場所はちょっと書いておきます。なんでぜひ見に来てください。